情報配信アプリ神,楽のご紹介です神谷宗平の日々の活動をアプリ「カグラというアプリで配信をしておりますのでぜひ皆さんダウンロードして情報をとってくださいそちらの方は毎日無料で配信しています また音声メールマがデイリー神谷というものも365日配信しておりますのでそちらの方は神谷宗平のホームページから詳細を調べていただいて情報をとっていただければと思います SNS の配信だけではなくもう少し私の思いですとか日々の活動それから参政との活動ですねそういったことについての配信を毎日行っておりますぜひそうしたツールを使って神谷宗平の活動を応援してください CGS 総合の皆様、こんにちは。アメリ平です。本日も日本人のための情報戦を,をお送りしていきたいと思います。甲子園山子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、もうアメリカ、ひどいことになってますね。そうですね。はい、トランプ大統領はいはい。はいはい、まあ、このまあ内戦状態ということですね。はい。はっきり言ってね。えー、で、これ、まあ、完全にその、まあ、むちな基礎ですね。はい。はい、でもまあ、要するにトランプさんの選挙活動ができないようにすると。うん、そういうことですね。うん ということで、まあ、そのジョージ・ソロスのですね、うんえー、お金で支援されて、えー、選ばれた人がですね、はい、あの地方検事ですよね。うん、検事です。はい。がやってるということで、えー、もう本当にもうヤクザの抗争みたいなことを平気でするなと、うんね、いう状況になってしまいました。うん、で、まあ、アメリカに在住のいろんな人ですね、はい、ジャーナリストですとかに意見を求めたんですけども、 あのこれは、まあ、トランプにとっては、ね、よく言われるように、まあ、実はこれはあのピンチがチャンスで、ねはいはい、トランプに対する同情票が集まるから、うん、チャンスではあるんだけれども、はい、しかし、ねえー、アメリカにとっては大きなダメージだとつまり、まあ、バナナリパブリックバナナ共和国っていうあの自分を卑下していますけれども、はいうん、まさに、ね、もう発展途上国といったら途上国に申し訳ないぐらいひどい状況に。はい なっってしまたわけですよねこの間、自分でも3月の頭にアメリカに行って、c バックに出て、トランプさんのスピーチ、自分で聞いてきましたけれども、本当にね、アメリカという国がどうしようもない状況にあって、トランプさんの取り巻きの人たち、マガと言われるね、人たちの頭の中はですね、もうどうやって日本じゃ、アメリカを立て直すかということで、必死なんですね、パンパンなんですね。だからあんまり もうそんなね、彼らは、世界のことを考えて、まして日本だ、台湾だとか考えている余裕は、まあ、はっきり言ってないというのが、はい、まあ、実情なんですね。うん、もうアメリカのことだけでいっぱいいっぱいと、うん。もう、このボロボロになったアメリカをどうやって立て直すかということで、もう必死という状況だと思いますね。はい、ただ、あの、シーパックというイベントを、まあ、勝利3日間ですね、はいえー、連日やりながら、 そのスピーカーが後から後から、はい、はい。個人で話したり、パネルディスクエッションしたり、うん、その人材にこと書かないと、はいうん。その厚みはすごいですよ。なるほど、うん。だって日本、できないじゃないですか。うん、そうですね。ね<え>はい。うん。日本で、あの c パックやりますけども、うん、まあ一日ね、はい、なんとか、うん、はい。やるというところで、で、その c パックに出てくる国会議員って、 ほんと少ないし、うん、えまたアメリカの c パックに出てってですね、そこでバーンとスピーチするような国会議員、ゼロですから、ね。はい、これはもう神谷さんにぜひやっていただきたいと思ってるんですけども、はい、あの、まあ、何言うかは一緒に考えますから、うん、えしかしですよ、はい、その一方で、ダボス会議、うん、あれには喜んで行くでしょ <laughs> 確かにそう、それはと、い、め喜んで企業人もね、ものすごい人数で行くじゃないですか。うんはい、それでは自分たちを、 滅ぼす人たちの集いに危機として参加し、うん、自分たちと共に戦ってくれる潜在性のある人たちの会合には全く行かない。はい、この愚かな状態が今の日本ですよ、うんうんで。このトランプさんがそういう状況に今陥っていると。はい、で、このトランプさんを今応援しなきゃいけないんですけれども、うん、そのトランプさんを支持すると、はい、もし公言したらですね、はい 外務省でも自民党でも干されてしまうと。ああ、そうなんですね。これ、どうしようもないでしょう。うで、なんでかというと、日本にとってですね、うんはい、その、話を親身に聞いてくれるのは共和党なわけですね。はい、そうですね、うんはいえー。ですから、トランプさんと安倍さんの関係というものがあのようにできたわけ。はい ですよね。うん、今後の日本のことを考えたら、やはり話を聞いてくれるアメリカ政府政権であるということが視覚的に重要なわけですよね。はいはい、なんでかというと、ご存知の通り、戦後アメリカは一貫して日本を支配してきたからですね。はいはい、で、これはあのよくねあの、ウォーギルとインフォーメーションプログラムなんて言うじゃないですか。はいうん、で、あれがあって GHQ の まあ日本の、まあ、占領政策がいかに、まあ、実はひどかったかという巧妙であったかということは、はい、まあいろんな方が書かれてですね、はいえー、結構認知度が広がりました、うん、しかしここで一つ大きな誤解はですね、うんえー、じゃあ占領が終わった時点でそれも終わってるのかというと、うん、終わってないんですよね今日に至るまでそれは継続されている、はい、だから日本国内におけるこの情報の流れ、はい、メディア の取り扱い、えー、そして、えーまあ、言論人、知識人のお発信。はい、こういったものも、全部、基本的には、アメリカ政府が認めるナラティブ、ストーリーですね。はいうん、その中で,でしか許されてないんですね。はいうん、だから、あ そのアメリカ側が考える正義。うん、アメリカ側のストーリーでしか日本人は考えることが許されていないと。はいまあ、極論すればそういうことですね。だから、そのトランプさんを大っぴらに応援できないと、はいあの。この間のね、2020年の選挙でバイデンが バイデンジャンプとう、ね。はい、バイデン,ン、ねはい、ですね。勝ちそうになったら急に手のひらを返した人がいましたよね。それまではトランプさんって言っててね、はい、負けそうになったらもう一気に手のひらを返してね、はい、でいつまでもトランプさんを応援してる奴はバカだみたいな、ねうん、え感じの方々がいましたけれども、うん、まあ今全体がですね、えー、もうそのトランプさんを応援すると立場が悪くなっちゃうと。はいね、今のバイデン民主党を の線で行かなきゃいけないという、そういう空気に支配されてしまう、はい、ということですね。うん、はい。はい。で、これが、その、結果として日本をさらに危険な状態に陥らせてるっていうことなんですよね。はい。しかし、そのことに気づいてさえもいない。いないですね、ど、うん、の人はね。うん。うん、それは本当に恐ろしい状態だなと思います。で、それでここで一つ認識しなきゃいけないことは、 アメリカのこの一極支配という体制、冷戦後、アメリカがずっとやってきたことですけれども、まあ、それ崩壊すると何十年も前に一部のまあ国際政治学者たちが指摘してましたけども、はいうん、実際に崩壊しつつありますね。はい、すねほぼ崩壊していると。で、それを認識しなきゃいけませんし、はい、しかしそこで問題なのが、 その一極派遣,せ派遣政策が崩壊していてもですよ。うん、崩壊していても、日本に対する支配はやめたくないということです。うん、現時点では。日本というこんな美味しい、こんな従順な、 先進国でありながら、こんな風に従順に属国でいてくれる国はないわけですね。ですね。ATM って。<laughs> そうです、ね。ATM でありまして、ね、ここが従順でね。だからあ、そこは、そこに対する支配は、本当に、その、やめたくないという気持ちが強くある。で現政権ではそれがも,うものすごく露骨になってますね、はい。そうですね。で安倍さんが、ああいう形で排除されてしまいましたので、ね、うんはい、そうすると、今の、 バイデン政権というのは、まあ、ご承知の通りグローバリストですね。はい、ネオコンですね。というん、ってことは根本的には極左ですね。はい、ですからそのグローバリスト極左政策というものをご利用してくるわけですね。でそれをそれに対してノーと言えないのが日本なわけですね。ですからなんでね この世界が大変な時に、今この時に、日本が戦後最大の危機に、ひしてる時に、LGBT。そして昆虫食。なんでこんなことやってるんですかと。地球温暖化も引き続きね。はい、地球温暖化対で、とんでもない金をね、ばらまき続けているでしょう。すごいです。そして、ウクライナ。これもご存知の通り、 状況はどんどん変わってますね。はい、そね、はい、変わってます。はいで。そして、えー、まあペンタゴンが、まあ軍のトップがですね、これまで少なくとも2回ですね、えー、軍事力による解決はできないと、うんまあ。つまり、ウクライナ軍が武力でロシアを追い出すことはできないから、はいえー、これはもう停戦ってことを本当考えなきゃいけない、うん、ということをですね、はいえー、言ったわけです。うん、しかし、 ホワイトハウスと国務省はですね、うん、それを無視してですね、徹底抗戦ということをウクライナに対して要求し、はい、そしてその指示によってですね、うん、岸田さんも行って、必勝者持ちを渡してくると,、はい、<laughs> というですね、えー、いうことになっている。だからすべて、すべ、うんうん、てだからご利用しされて、それをそのまま受け入れているのが日本ですよ。そうですよ。うん、ね 停戦は日本が提案することではない、ウクライナの人が決めることだって、もうその一辺倒ですからね、<laughs> いやいや、当事者はできないから、第三者は停戦協定選調でするんでしょ<う>ってう、それ歴史の常じゃないですか、そう,そう,うのウクライナもロシアも自分から停戦でなかなかできないんで、本来であるならば、まあ、日本が、うん、まあそういった第三者として、はい、利害関係が本当にないということで、仲裁を買って出るべき立場にいてもおかしくないと思います。いいポジションですけどね はい、ただ、まあのあの、軍事的に自立していないのはね、うんあの、まるっきり弱いですけどね、はい、やはりそれなりの軍事力を持ってですね。 行かないと舐められてしまいますから。ね、だからもう習近平国家主席の株がグッと上がってるです、ねうん、でそれが、だからそこで習近平出てきちゃって、<laughs> はい、で習近平主導で停戦が行われるようなことがあると、はい、これただ単にですね、ウクライナが領地の二十数パーセントをロシアに取られちゃうで終わらないわけですよ。ご存知のと、はい、うり、ん。その、まあ、もちろん、 現状ではまあロシアは現在の占領地をそのまま併合するでしょうね。しかし、この習近平がわざわざ出てきて仲介の労を取ると、でロシアはそれを歓迎すると、はいで、アメリカはもちろん反発したと、はい、と,ところが、はいあ、日本はそこに行ってもっと戦いなさいと、はいあのね、必勝しゃもじで鼓舞してきたと。はいはい、ところがが肝心のゼレンスキーが、はいうん 習近平に会いたいたと <laughs> <laughs> だからその当初ね、はい、あのご存知の通り、えー、習近平が行ってプーチンと会って、うん、でその後ゼレンスキーと、まあ、ビデオ会議をやって停戦、はいまあの話をするはずだったわけでしょ、うん、ところがそこにアメリカは岸田さんをぶち込んだと、はい、で岸田さんがしゃもじを仰いでビデオ会議を、まあ、言うならば潰したわけですね。うん、でそこでゼレンスキーが いや、まあアメリカも日本も支援してくれてるんだから、ね、うん、もう絶対にこれはもう戦いますって言ったような気がしたら、はい 習近平に会いたいと。はい、ね。昇平したいと。うん、というふうに言ってしまったわけですよね。うん、でしかも、その、NATO、EU ですね。はい、の方も、いや、それはいいことだと。そうそう。もう、ゼレンスキーさん自体がね、EU、はい、もう、e、ウクライナ疲れしてるって言ってますから、ね。<laughs> だって、e、EU だってね、こんなことやってられないし、はい、もう、燃料普通に買いたいし、ね、はい、ええー、まあ、ロシアからも買えるものは買いたいし、えー、それから、小麦だってウクライナから買いたいしね。はい で、ノルドストリームをね、うん、ぶち壊すようなアメリカにね、はい、どこまでついていけるかって、それはうんざりしてますよ。オーストリアでもね、うん、国会議員が退席したり、もうブルガリアも支援反対とか言ってますもんね。はい、というふうに完全にその局面は変わってきてる。はい。で、いつものね、ことですが、うん、その局面が変わってきたときに、周、えー、回遅れ、2周、3周遅れて日本がああいうことやるわけですね。はい そうです。それも主体的に情報を取って分析して行動をしてないし、戦略を持ってないからですね。はい、ですね。だただの使いっぱい。はい。というのが今のまあ日本の状態ですけども。はい、それを国会で議論させられる僕みたいなね。い。ねえ、だって僕は自民党がだって全然、だから自民党なんかも全然もうあれですよ。 その日本という国の自立なんて考える余力も実力もない政党になってしまってますね。ただ単にアメリカに追随するだけの政権、うん、政党になってしまってますね残念ながらね。はいうん、でそのじゃあここで習近平が主導して停戦なんてことになったらですね、はい、これもう本当にもう反米、まあ、反欧米。 まあ、基本的には反米のブロックが、どんどん大きくなっていくってことですよね。はい、いや、もう一気ですよ。だってもう、新しい通貨もブリックスで作るっていう発表も出てますから、はい、そうやったらもう、ね。もう、基軸通貨じゃなくなってしまう。国際基軸通貨じゃなくなってしまう。そういうことです。ね、はい。はい。はい、もう、そういう、この世界史的な、 大転換期にあると、はいはい、でそうするとこのアメリカの覇権っていうのは冒頭申し上げたように一極支配ということはもう当然無理もう完璧に無理ですよね。はい